ご視聴いただきありがとうございます。ロボット掃除機を買うならどこのメーカーがいいか悩んだことはありませんか。今日は3つのロボット掃除機、アイロボット、エコバックス、パナソニックのロボット掃除機の長所と短所をご紹介したいと思います。まずルンバで有名なこちらアイロボットの長所は、ロボット機能が特に優れていて、絨毯、毛並みのある絨毯にも絡みにくいといった長所があります。短所としましては、お値段が高いといったところが短所になります。ルンバアイロボットの長所は、アイロボットセンターというセンターがあり、購入してアイロボットサポートセンターに登録すると、故障した時に3年4年ぐらいのアイロボットが保証してくれる制度があります。そこに加入することで故障した時でもアイロボットがしっかりサポートしてくれるといったところが長所でもあります。短所としましても、あまり他のロボット掃除機に比べて見受けられないところが長所にもなってます。アイロボットです。続いてエコバックスです。エコバックスの長所は、低価格でルンバと同様に近いぐらいの性能でお掃除をしてくれる、かつロボット掃除機で唯一の水拭きも、こちらモップが搭載されていて水拭きもかけてくれるといったところが、長所になっております。短所としましては、中国のメーカーになりますので故障がしやすいというのが短所です。それがエコバックスの特徴です。続いて、こちらパナソニックのルーロです。パナソニックのルーロはロボット掃除機で唯一、角が四角くなっています。角が四角くなっているので、ロボット掃除機として唯一隅まで掃除をしてくれるといったところが、長所になります。隅までお掃除をしてくれるんですけども、こちらのパナソニックのルーロは毛並みのある絨毯に引っかかりやすいといったところが短所になります。毛並みがある絨毯でルーロが止まってしまうことがよくあるんです。ので、毛並みがある絨毯にはやはりルンバの方がゴミをしっかりと吸ってくれるっていうところもあります。エコバックスの掃除機でも毛並みのある絨毯でもしっかりとゴミを吸ってくれるんですけども、毛並みで止まってしまうというところがルーロの短所になります。以上でこの3社の長所と短所の違いでした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。